いことうるさく言うな。若いことうるさく言うな。若いことうるさく言うな。3、2、1、はじめ。選手が今度は巨大化、軍の出動を要請するんだ。銀塾では石森君が第1ラウンドの勝者だ。そして1つの星をゲットだ。3、2、1、ビギン。旧友圭介はかつて銀塾へ、それ以来彼を見かけることはありません。が、11エヴァンのスターチリー行きのバスを蹴り飛ばした。でも、なんでここに？カズキ様、おい、先週の金かけのところぴょんぴょんと行く。二人のライバルが激突、ものすごい迫力だ。ヨーパークではコスプレイヤーが集い、自撮りを楽しむ。かつて、西森の演奏をして公演を沸かせたこともあったな。こちらはヨヨパーク。私の友人は夜にここでトロンボーン。石森君が第1ラウンドの勝者だ。そして一つの星をゲット。3、2、1、ビキーン。何ができるのか。ネオドームはアクションが甘すぎることで常に観客でいっぱい。続いてネオドームへ。ここでライオン。3、2、1、はじめ。ここにある道はダウンのみ。葉月様が、アーケードゲームで遊ぶ人の邪魔は非常に西森君。そしてイノの星をゲットだ。3、2、1、はじめ。葉月様が監修をしてるぞ。私はどんなに見ればいいけどな。秋葉原にはベネツィアにおける運河よりも多くの漫画が。こちらはレインボーブリッジ。以前は顔が描かれた巨大なコンクリートブロックがあったが、車の粉砕被害から撤去されることに。これでレースもフィナーレ。その後は支局のゴロゴロ時間だ。西森君が第1ラウンドの勝者だ。そして1つの星をゲット。3、2、1、はじめ。西森君が柴犬に追いかけられてるぞ。西森君が柴犬に。これでレースもフィナーレ。その後は支局のゴロゴロ時間だ。西森くんが最後まで走り切った。非常に興味が。葉月様が最後まで走り切った。さあ、このスコアをボードで見てみよう。羊の頭。